2017年青葉賞の予想ということで、皐月賞が大波乱となったので、青葉賞や京都新聞杯の結果が重要となりました。先週のフローラステークスの時にも言ったんですけど、桜花賞や皐月賞が荒れた場合はオークスやダービーはトライアル組が馬券に絡むことが多いです。なので今週の青葉賞と来週の京都新聞杯は京都新聞杯の結果にはまあ注目しておきましょう。ということで、まずはいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、青葉賞の1着から3着馬の成績です。でこちらのデータ、過去10年の青葉賞の1着から3着馬が書いてあるんですけど、注目したいのが桜花桜賞1着馬ということで、今色がついてあるところが、2016年2着レッドエルディストと、2015年2着タンタアレグリアと、2014年2着ワールドインパクトと、2013年3着ラストインパクトの桜花桜賞1着馬なんですけど、2012年から始まったレースで、2013年から1着馬が4年連続で出走して全て馬券内に来ています。で今年も桜花桜賞1着馬のアドマイヤウィナーが出走してきます。なのでこの馬は必ず押さえておきましょう。あとは青葉賞が 2400m ということもあり、前走が長めの距離を走っていた馬が有利になっています。で同じ距離のアザレア賞やヨリカモメ賞と 2200m の山吹賞などです。でここ4年は前走で重賞を走っていた馬が馬券に絡んでいません。で2012年以前は、よく絡んでいましたが、近年は人気になってこけるというケースが多いです。で理由としては近年は皐月賞をパスしてダービーを狙いに来ている陣営が多いことからだと思います。能力のある馬を無理して重賞に使わずに自己条件でじっくりと育て上げて青葉賞に出走させているから、こういう結果になっているものだと予想されます。で今年も前走重賞組が人気になりそうですが、大きな期待は禁物ということになります。でデータその2が中山重賞好走馬ということで、こちらのデータ、中山の重賞で好走した馬の成績が、かなり悪いです。で特に京成杯で3着以内に来た馬は第1回の青葉賞から8頭出走して1頭も馬券内に来ていません。で2002年以前は中山重賞好走組がよく来てたんですけど、2003年以降は1頭も馬券に絡むことができていません。でこれも、やはりデータ1で言ったように、能力のある馬がダービー目標で青葉賞に使ってきていることが原因だと思われます。なのでここですね、これも3着以内、全部3着以内の馬なんですけど、5着8着4着、掲示板に乗った馬っていうのも、かなり少なくなっています。近年では4着ブラックワゴと5着のメートルダールぐらいということで、今年は京成杯3着のマイネルスフェーンが出走します。なので、このデータ的には、かなり厳しくなりそうです。で次がデータその3が人気馬ということで、こちらのデータ、よいしょ。で過去23回の青葉賞で1番人気と2番人気が両方馬券に絡まなかったのは3回しかありません。このなしって書いてあるとこ、1996年と2001年と2007年の3回のみ、1994年から2016年まででこの3回のみということで、無理な穴狙いをするより軸は1番人気か2番人気にした方が無難そうという感じです。でここ6年はですね、1番人気と2番人気のどちらかしか
馬券に絡んでいないので、まあ、今年も同じ傾向なら多少は配当妙味がありそうです。ということで、まあ、1番人気か2番人気、まあ、どちらか1頭に絞るっていうのもありなんですけど、まあ、今年の1番人気は、まあ、おそらくアドミラブルかなと思われます。で2番人気以下は、まあ、かなり人気が割れそうなので、まあ、今年も2番人気が飛ぶっていう可能性はありそうです。でまとめ、ここからまとめに入りたいんですけど、こちら私の本命は10番のアドミラブルにしたいと思います。まあ、おそらく1番人気の馬です。あれ今でもオッズ予想オッズトリコロールブルーが1番人気になってるけど、まあ1番人気かなと。で新馬戦は惨敗しましたが、休養してからは2戦とも圧勝でした。でアザレア賞で 2400m を経験している点も良さそうです。まあ、ここの勝ちっぷり次第ではダービーも狙えそうかなと思っています。ただ先週もまあそんな感じで鳳凰パフュームがまあ惨敗してしまったので、まあ、過度の期待はしないでおきます。で2番手に挙げたいのが11番のトリコロールブルーで、前走のスプリングステークスは4コーナーで大外を回してかなり距離ロスをしてしまいました。でデムーロジョッキーにしてはまあ珍しい騎乗ミスだったなと思います。で上がり3ハロンのタイムは最速ですし、直線の長い東京の方が良さそうです。でジョッキーはですね、戸崎ジョッキーに乗り換わりということで、戸崎ジョッキー得意の8枠に入りましたので、まあ、期待したいです。で今年は8枠で2戦して、まあ、全敗なんですけど、1月2月の、まあ、不調時期だったので、まあ、気にしないことにします。まあ、重賞で8枠での勝率は、まあ、かなり高いので1着に期待します。まあ、こちらのデータもブログに、まあ、載せてありますので、まあ、戸崎ジョッキーの8枠のデータっていうのも見てみてください。で3番手に挙げたいのが4番のポポカテベトルで、京成杯は不利が影響して、まあ、不利が影響して大敗したんですけど、次走の雪柳賞は圧勝しました。で 黒船の近親でお兄さんはマウントロブソンがいます。で使って良くなっていくという血統なだけに、年明け3戦目の今回は、まあ、かなり動けるかなと思います。でジョッキーもルメールジョッキーに依頼したということで、まあ、ダービーの権利を期待できそうです。で買い目なんですけど、選んだ3頭が、まあ、もしかしたら1番人気から3番人気になるかもしれません。で過去の傾向的には、1頭は馬券外に飛ぶ可能性があるので、まあ、そのあたりをフォローした買い目にしたいと思います。なので、3連単のフォーメーションで、1列目に10番のアドミラブルで、2列目が4番のポポカテペトルと11番のトリコロールブルーで、3列目に4番のポポカテペトルと5番のダノンキングダムと6番のアドマイヤウィナーで、それの1列目と2列目を入れ替えた馬券なので、1列目に4番のポポカテペトルと11番のトリコロールブルーで、2列目に10番のアドミラブルで、3列目が4番のポポカテペトルと5番のダノンキングダムと6番のアドマイヤウィナーという、フォーメーションを2通り買いたいと思います。で当日ですね、まあ、8枠に戸崎ジョッキーが入ったということで、トリコロールブルーの、まあ、単勝を買おうかなと思ってるんですけど、まあ、その辺も、まあ、人気と、まあ、当日の状態などを見て絞った買い目をブログの方に上げたいと思いますので、そちらの方も参考にしてみてください。なのでね、多分まあ単勝かそれか馬連とかですかね、馬連か、まあ、馬単
とかを、まあ、上げたいと思います。まあ去年もね青葉賞を予想したんですけど、まあ、今年は当てたいなと思っております。こんな感じですかね。じゃあ2017年青葉賞の予想こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。